こんばんは、アレリア。こんばんは、ハレリア。こんばんは、ハレリア。ラキスさん、こんばんは。イエス様、今日も一日ありがとうございます。今日も一日ありがとうございます。卒業式は OK で、葬式はダメなんですか？あのキリスト教の葬式ならいいですよ。仏教の葬式がダメということですね。今日も天国大学に来ました。アメン。還暦シスターさん、ハレリア。今日もキュウちゃんに会えて嬉しいです。アメン。私も皆さんに会えて嬉しいです。今日エホバの証人から勧誘来ましたが、どうすればいいですか？きっぱり断ってください。きっぱり断ってください。卒業式どうだったの？よかったですよ。よかったです。ちょっと名残的に、ちょっと卒業式のあれ貼ってありますが、このちょっと風船もちょっとで、こういうなんかこう幼稚園のこういうのを置いてありますけれども、とても良かったですよ。みかんさん、こんばんは。ゴスペル侍さん、こんばんは。同じキリスト教でもエホバは断るべきなんですか？ですね、モノミノ教ですね、モロモン教、統一教会はキリスト教三大異端と言われています。キリスト教に似てるけどキリスト教ではないということですね。2日続けて放送を見れて嬉しいです。家族から反対されてもこの放送を見続けます。アメン。アメン。嬉しい今日となりました。嬉しい今日となりました。時計が風船で見えない。アーメンってどういう意味ですか？アーメンというのはですね、同意するような言葉、はいとか、ね、確かですとか、同意しますとか、そういう言葉ですね。イエスノーのイエスということですね。イエスノーのイエス。毎日この放送で油注ぎを受けていたら女子力が、上がってきました。今日も勉強しに来ました。ぜひという、ぜひってどういう意味ですか？ぜひという意味です。ゆえせさん、こんばんは。こんばんは。きゅうちゃん牧師和骨です。今日もお願いします。ポッピーさん、ありがとうございます。イエス様に身を捧げに来ました。アメン。カズノコさん、アメン。十字架を見ると感動してしまいます。リラさん、こんな素晴らしい放送があったなんて今日知りました。昨日もですね、昨日も誇張欄見せましたけど、ちょっと今日も見てほしいんですね。昨日は半開きだったんですが、今日は満開と言いましょうか、満開だったんですね。そしてですね、今日は卒業式だったんですね。で、卒業式にぴったし満開というのは非常にですね、タイミング、神様のタイミングと言いましょうか、神様が本当にこう、卒業式に咲くといいですねみたいな話してたんですが、まさしくぴったしですね。ぴったし、今日満開になりました。満開っていうか、咲きました。まだつぼみが2個ありますから満開とは言いませんが、この花は満開という。昨日皆さんにお見せした時には半分ぐらいでしたけど、今日はこの花だけ満開です。
皆さん本当によくできてますよね。このランというのはですね、非常によくできていまして、これ1ヶ月ぐらい咲いてるんですよ。風の子さん、ついに咲きましたね。あの、皆さん、このランがなぜ人気があるかというと、これで1ヶ月ぐらい咲くんですよ。咲き続けるんですね。まあ、そういう非常に長持ちする花ということで、非常にランという花は、まあ、こう、好まれているというか、不思議な花ですね。で、皆さん、よく見てください。よくできてると、よく映ってないかな。よくできてると思いませんか？皆さん、これが偶然できるわけありません。神様の作品です。神様の作品だから神秘的でしょ？もうデザインも色も、匂いするかな？ちょっと匂いはしませんが、色といい、形といい、ね、もう本当にですね、もう神秘的です、神秘的です。これがですね、自然とできるわけないのです。神様の作品です。不思議でいっぱいです。本当に不思議ですね、皆さん。もう、この、なんて言うんでしょうかね、タイミングですね。もう、こう花びらがこういうふうにこう開いていくというね、まさに、こう、非常に温度とかね、昨日も言いましたけど、光の、日中の光の長さとか、まあ、本当に不思議ですね。それからガジマ集会ですね、21。今日はもう終わっちゃったんですね。明日、明後日ですね。土日。明日、明後日はガジマ集会が神戸キリスト栄光教会。神戸キリスト栄光教会であります。それからその次とか。広島、竹原。25、26、火水は広島、ちょっとみんな言いましょうね。広島竹原市、6時と1時、それから大阪市、28、29、30がベタニアチャーチ、東大阪私立文化会館ベタニアチャーチ、それからその次、4月1日、4月2日は名古屋の、なんていうもんでしょうね、キオス、キオス、カルチバキオス、6時から。まあ、本当にちょっとですね、これなんかこうリストなので皆さんにちゃんと見せる、もし行きたい方があったらスカイプで問い合わせしてくだされば、まあ、個人的にもうちょっと詳しくお教えすることができるかもしれません。ガジマ牧師の日本縦断みたいな、そういう感じですね。はい、それではですね、はい、じゃあ早速、今日のタイトルいきたいんですが、今日のタイトルは、あなたは恐れで生きています。なんか時々こういうタイトルあるんですが、はい、それではですね、まず皆さんもいろんな恐れがあると思います。サスケさん、こんばんは。皆さんはいろんなその恐れで生きていると思いますね。じゃあまずどんな恐れがあるかもう大体わかりますけれども、まあ、とりあえず聞きましょう。はい、皆さんはどんな恐れがありますか？皆さんはどんな恐れを持っていますか？
地獄に行く恐れ、お金がない、恐れ、みかんさん、名古屋なら行けるので後で詳しく教えてください。はい、わかりました。人前で失敗すること、事故る恐れ、パワハラ、朝起きるのが怖い、首にされることが怖い、金銭面、ホームレスになることが怖い、病気になる恐れ、最後の審判への恐れ、天国に行けないことが怖い、洗脳される恐れ、人間関係、増税が怖い。もうすぐ増税ですね。孤独は怖いですよね、皆さんね。孤独が怖い。はい、ありがとうございました。だいたい出ています。1秒先すら見ることができない恐れ。はい、ありがとうございます。いろんな恐れがありますね。お金のね、恐れ、病気の恐れ、いろいろ見えない、将来が見えない恐れ、人の目が怖い、まあ、いろんな怖さがありますね。はい、まあそういう恐れで生きているということですね。いろんな恐れで生きています。そしてその恐れて生きていくってその楽しくないですよね。この恐れで生きていくのは楽しくありません。なんとか恐れのない生き方したくないですか。恐れのない生き方、恐れない生き方ね。もしそれができたらとても嬉しいと思いませんか。ね、神を恐れよという、ね、言葉はありますが、もちろん神を恐れることは正しいですね。神を恐れるということは正しいわけですが、その今皆さんが言ったことを恐れるということはあまり、まあ、恐れたくないわけです。じゃあ恐れとは何かということをちょっと難しいです。そういういろんなことで恐れますが、結局恐れとは何かということをちょっと考えてみたいと思います。俺も学校行きたくないんですが。はい、じゃあ皆さん、恐れというのは結局何でしょうか。はい、ちょっと難しいですが、皆さんの中にいい答えがあるかもしれません。はい、恐れの本質は何ですか。恐れって何ですか。自己防衛本能。警戒心、危機回避。警戒心、危機回避。体についた痛み、不安、信仰の足りなさ。恐れとは神に背くことです。自分の霊的な弱さ。自分の思い通りにならないこと。冤罪、はい、ちょっと難しいですね。恐れ、サタンの仕業。これピンポンですね。はい、
はい、恐れというものを、ちょっといろいろ探っていきたいと思うんですが、先ほどある方にですね、こういう話をしたんです。もし子供がですね、子供が親に対して何か隠れてね、悪いことをしたら、子供はどんな気持ちになるかというと、その悪いことをが親に見つかって怒られるんじゃないかと、ちょっとこう見つからないようにビクビクする、見つかったらどうしよう、そういうこの、親に対してですね、悪いことをすると恐れがありますよね。学校の生徒がですね、先生に隠れて何か悪いことをして、ちょっとトイレでタバコ吸うとかね、何かこう、カンニングするとかね、なんかそういう悪いことすると恐れがきませんか？そういうのありますよね。何か犯罪を犯してですね、犯罪を犯して、まあ、警察から逃げるっていうのも怖いかもしれませんね。まあその恐れっていうのはですね、その何か悪いことをして恐れるっていうことが一つあると思うんですね。悪いことをして恐れるっていうことがあります。で、それはですね、刑罰ですね、刑罰に対して恐れるというのがあるんではないかと思うんですね。もし見つかったら、この罰を受けるんじゃないかという。で、よく私が読むところですが、第一ヨハネの4のですね18にこういう御言葉があるんです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れには刑罰が伴っている。そのこの場合の刑罰は、神様の刑罰ですね。神様の刑罰、その神様は正しい方ですから、その、罪がね、罪があると神様は罰します。で、人間はみんな罪人として生まれてくるんです。人間は、その罪人として生まれてきますが、その罪があるということの中で、恐れも伴うわけですね。人間というのは根本的には罪人だということの中で、その恐れを持った存在だということがまず根本的にあるんです。誰でも恐れを持ってる、誰でも恐れを持ってる、それは神様に対して罪があるからだということですね。そしてその罪があるということの中で刑罰を、恐れには刑罰があるので、その刑罰を恐れるということです。そして神様の刑罰は、地獄なんですね。地獄が神様の刑罰ですが、人間は根本的にはその、根本的には神様のその刑罰を受けるものとして、恐れを持ってるということですね。そして、愛には恐れがありません、愛には恐れがありませんという、これ難しいんですけれども、皆さんちょっと皆さんもう学んでますから分かる方もいるかもしれません。なぜ愛には恐れがないんでしょうか？なぜ愛には、全く愛は恐れを染み出すとありますね。はい、じゃあ皆さん答えてください。なぜ愛には恐れがないんですか？なぜ愛には恐れがないんですか？はい、皆さん答えてください。難しいです。とても難しいです。なぜ愛には恐れがないんですか？愛は恐れを染み出すから、信じているから。霊的に答えるの、霊的に答えてください。
神の加護があるから。愛は神から来ているから。イエス様が十字架で完全に勝利なさったから。愛が全てだから。神の愛は歓喜そのものだから。愛は寛容だから。神様との信頼関係があるから。はい、皆さん大体合ってます、合ってます。はい、合ってますね皆さん。そう、愛とは神そのものだから。アメン。愛とは神そのものだから。はい皆さん、結局ですね、愛に恐れがないというのは、私たちが、イエス様によって、救われてですね、神と和解するわけです。私たちの中に愛があるならば、私たちは神と共にいるわけです。神と共にいるということが罪が許されているという結果であり、また神と和解しているという結果ですが、それは結局、その神と和解していたら当然刑罰がないわけです。刑罰というのは、神と敵対して神と断絶して神に対して正しくないために刑罰が起きるわけですが、そのイエス・キリストを信じることによって、その神と和解して、神と和解しているならば、許されているならば、当然刑罰がないわけですね。刑罰がない。ですから恐れがないのです。恐れがないのです。つまり多くの人は恐れで生きているというのは、罪があって恐れがあるんだよということです。皆さんがイエス様を信じて油注ぎを受けて愛で生きるならば、愛で生きるならば恐れがなくなるよということです。皆さん喜んでください、喜んでください。愛のない人生じゃなかった、ごめんなさい、恐れのない人生、恐れのない生活ができるんです。イエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストを信じることによって、恐れのない人生、恐れのない心が、なるんです、なるんです。恐れのない生き方いいと思いませんか皆さん。お金のことも恐れない、病気も恐れない、人間の目も恐れない、パワハラも恐れないね、もう地獄も恐れない、何にも恐れないね、皆さんいいと思いませんか。そうなれるんです、そうなれるんです。後でですね、明かしタイムの時に皆さんなってる人もいると思いますので、もう恐れのない人生になるんです。恐れのない人生ね、神様が味方ならば誰が敵対できようか。恐れのない生き方、それは素晴らしいと思います。私たちは信仰によって恐れのない生き方ができるんだということですね。でサタンというのはですね、サタンというのは、悪魔ですね。悪魔は告発者と言われていますね。告発者で、告発者っていうのは結局ですね、お前はあんな、そんな悪いことしたんだから、お前はダメなんだよ、お前は地獄行くよ、お前は裁かれるよと、サタンがですね、こうつっついてきます。でサタンの手口は恐れ、脅すんですね。サタンの手口は人を脅して、恐れによってコントロールする。ヤクザがですね、怒鳴ったりですね、ヤクザがですね、包丁を振り回して、人を脅しますね。つまり、サタンは脅して人をコントロールする。それが悪魔の手口ですが、人間は罪人ですから、その人間の罪に対して
サタンが脅してくるわけですね。最近そういうね、脅しでいろんな犯罪たくさん増えてますよね。何でしょうかね、恋人同士が別れたらなんかこう写真かなんかをこう配るぞとか言って脅すとかね。そして何かこう、10代の子をですね、なんか学校とか家庭に何かを言うからとか言って脅す、そういうなんか脅して人をコントロールしようとする、これがサタンの手口ですよね。本当にひどい手口だと思います。皆さん誰か脅してませんか？皆さん誰か脅していませんか？まあパワハラもそうですよね。パワハラも言うこと聞かないとクビにするぞとか、その脅しながらその働かせようとするその手口、これはまたまさにサタン的な手口です。皆さん、この社会はですね、この社会は脅しの社会なんですね。脅しの社会、恐れで人をコントロールして、恐れで言うことを聞かすというとんでもない社会です。この世の中は、脅し社会で、恐れでコントロールする社会です。それはサタンがこの世の中を支配しているからですね。それに対して神の国は、脅しのない世界、神の愛の世界です。皆さん、私たちは神の愛の世界を求めるべきなんです。脅したり、強制したり、裁いたりするような社会ではなくて、神の愛で本当に励ます社会を、求めることが必要です。日本をそういう国にしませんか？日本をですね、脅しのない社会、恐れのない社会にしたくないですか？それが可能なんですよ。皆さん、可能なんです。恐れのない社会を皆さん一緒に作りませんか？恐れのない社会、脅さない社会、いじめのない社会、そういう社会を作ることができます。そして、将来に対する不安とかですね、分からないことのその不安というのはもちろんあります。知らない道を歩んでたらもちろんそれは、ちょっと不安になったり、何かこの心配になったりすることがありますが、しかしそこでですね、不安になったり恐れたりするとサタンにまたやられてしまいます。聖書では何と言ってるんですか？聖書では恐れないで神を信じなさいと書いてあります。もし何かトラブルがあった時ですね、私たちは恐れやすいものですが、聖書が言ってるのはですね、こういう御言葉があります。ヨハネ 14-1、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。あなた方は、心を騒がしてはなりません。それから14-27の最後に、恐れてはなりませんとあります。恐れてはなりません。また吉明一章にはですね、吉明一章には、恐れるな、強くあれ、恐れるな、強くあれ、惜しくあれ、強くあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。皆さん、私たちはですね、恐れてはいけないのです。恐れてはいけないのです。おののいてはいけないのです。イエス様が共にいます。信仰というのは
そういうことなんです。信仰というのは神と共にいる、恐れない、心配しない、それが信仰なんです。それが信仰なんです。神の愛で満たされる、神の愛で満たされる、神様の刑罰を免れている、救いっていうのはそういうことなんですね。救われてないとですね、神の、刑罰を、受けてしまうんですが、救われてるならば神様の刑罰から救われているわけです。神の裁きから救われている。そうすると恐れがなくなります。皆さん、恐れのない人生歩みたくありませんか？恐れのない人生、不安のない人生、いつも満たされ、いつも平安のうちに、まあ結局恐れが、平安っていうのは結局恐れがないことでしょうね。平安、よくシャロームって言いますが、このシャロームっていうのはイスラエルの挨拶の言葉なんですが、まあここでも最後にシャロームと言いますが、あれは会った時も言うらしいですね。で結局シャロームっていうのは、平安ということですが、平安がありますようにということなんですけども、結局平安がありますということは、恐れがないということですね。恐れがない、そしてその、恐れのない、イエス様を通して、イエス様を通してその平安になるよということです。天国はまさに恐れのないところですね。天国は恐れがありません。しかし地獄はもうすごい恐れ、地獄は恐れの世界ですね。地獄は恐れの世界です。もうそんなとこ行きたくありません。多くの人はですね、こう恐れで精神的な病気になってしまうと思いますね。もう、 こう不安で不安で不安で不安症になる、もう恐れでパニック症になる、恐れで不眠症になる、ね、もう本当にこう不眠症っていうのは恐れでなるんではないでしょうか。ストレス、プレッシャー、すべて何か恐れから来ているような感じがしますね。皆さん恐れのない人生、恐れのない、日々を送りたくありませんか？本当にそれが可能かどうか、まあ、これからちょっとですね、証しタイムで、その証しを聞いていただいて、本当にそれが可能だということを、見ていただきましょう。それではお待ちかね、証しタイム。イエス様を信じて恐れがなくなった、イエス様を信じて平安になった、心が平安になった、恐れのない人生になった証し、スタート。神を信じて不安がぶっ飛んだ。神の愛に出会って本当の解放感を手に入れた和の子さん、キューちゃんの放送を見て不安が消えました。イエス様を求めたら世の恐れは消えていきました。いつも心に安息が得られた。この放送で許されました。
まったき愛が欲しいです。悪く目を恐れなくなった。神を信じ公務員を辞めました。油注ぎで心が幸せで満たされました。天国という希望を見つめて恐れが消えました。明日の心配は明日がすると分かった数の子さん。天国切符が手に入りました。心配事が少なくなりました。不安のないきゅうちゃんが羨ましいです。信仰が深くなりつれて景観を見てもう怖くなくなりました。防犯カメラを気にしなくなりました。自分から逃げるのをやめました。貧乏を恐れなくなりました。結局恐れは自分が作り出していると分かった。私の罪を許してください。恐れをなくすために信仰に励むことにしました。天国へ進む段階が分かった。みかんさん、ほとんど聞いてるけど学びます。いつも自信を持てるようになりました。聖書を読みながら放送を聞いていますが、油注ぎを感じます。謝罪できるようになりました。何も怖くないんだと分かった。日本政府は恐れるほどのものではないと思いました。恐れと向き合う必要があると分かった。生きるのが怖くなくなりました。恐れるのは信仰を失うことのみです。信仰で悪魔に完全勝利です。脅しは犯罪なので通報しました。恐れに鈍感になろうとした自分を悔い改めます。聖霊様がついているので悪魔は怖くないです。通りすがりの外国人を恐れなくなりました。神様と共にいるとどんな困難も乗り越えられそうです。人に道を聞けるようになった。レジの助店員を恐れなくなった。どんなに恐れがあってもイエス様がそばにいるから安心です。アメン。以前悪コメを打っていましたが悔い改めました。よかったですね、よかったですね。捕まるという恐怖を克服しました。信仰を手に入れたのでこれから幸せになります。怖面のヤクザより信仰心をなくすのが怖いです。神の力で暴力団に立ち向かう勇気が出ました。
どんなに困難でくじけそうでも信じるように信じようと思いました。戦争は良くないと思いました。悔い改めこそ救いの道、神が唯一の砦と分かった勝の子さん、神様が私の銀行口座にお金を振り込んでくれます。お化けなんて嘘だと分かった。ネガティブからポジティブに変わりました。イエス様の恵みを受けたら恐れなんかなくなりました。アメン。聖霊バリアで守られているので何も怖くないです。この放送を見てる間はどんな恐れもありません。神は永遠から永遠におられるのです。バックに神がいるので毎日余裕です。キューちゃんはもう怖いものがなくなりましたか？怖いもの何があるでしょうか。怖いもの、今ちょっと見当たりません。この放送を会社の人にも教えたいです。恐れほど人生を縛るものはないと分かった。恐れほど人生を縛るものはないと分かった。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。日本にはですね、お地蔵さんがあちこちにありますよね。何かこう交通事故でですね、人が死んだりするとこのお地蔵さんをこの置いたりするわけです。そしてそのお地蔵さんをですね、その、片付けようとすると怖くて片付けれない、ね、何かたたりがあるんじゃないかと、そのお地蔵さんをその移動できない、片付けられない、そういうことの中でどん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 お地蔵さんがこう溜まっていっちゃうということですね。日本はですね、そういうこうたたりというのがありましてね、その恐れなくていいものをこう恐れるということがあるんですね。まじないとかですね、その迷信とかですね、
死んだ人とかですね、そういうものを恐れるんですね。サタンはですね、なんかこうサタンはそういうものを通して脅すということもあります。しかしそれも結局霊的なことですから、イエス様を信じるとそういう恐れからもなくなります。恐れるっていうのは霊的なことだということですね。霊的なことです。イエス・キリストを信じることによってさまざまな恐れから解放されます。まあ、結局受験なんと受験もですね、まあその落ちたらどうしようという恐れでしょうかね。落ちたらどうしよう、受かんなきゃいい人生が送れない、そういう恐れで勉強してるんではないでしょうか。仕事もですね、結局は仕事しないとこの食べていけない、ね、食べていけない、その食べていくためには仕事しなきゃいけない、そういう生活の恐れと言いましょうか。そういうことで仕事をしているのではないでしょうか。多くの人はその間違った恐れと言いましょうか、恐れなくていいものをサタンによって騙されて脅されて、そして何か不必要なことをしているような、それが人間の人生なんですね。そしてイエス様を信じることによってですね、恐れが締め出されて恐れのない人生になります。皆さん、恐れのない人生を送れるんですよ。誰でもですね、恐れのない人生を送れるんです。ぜひ皆さん、私もですね、昔はいろんな恐れがありましたね。いろんな恐れがありました。まあ、大学時代にはですね、まあ、留年しちゃうんじゃないかという恐れがありましたね。留年を過度に恐れていたような感じがします。まあ、それぞれのね、そういろんな悩みがあります。恐れは本当に、この辛いですね。辛いです。もう本当、多くの人は本当にいろんな恐れがあると思いますね。いろんな恐れがあります。ぜひ皆さんもですね、恐れのない人生をぜひぜひ、このまあ恐れのない人生になってほしいと思います。せっかく、ね、私たちは、イエス様と出会ってイエス様を信じて罪が許されたならば、もう罪が許されたということの中で、その、恐れなくていいんだということですね。そしてイエス様を信じるということは、ね、地獄に行きません。神の裁きから、その、救われているわけです。神様と共にいることができるのです。神の愛の中で歩むことができます。神様と共にいるならば、神様と共にいるならば何も恐れなくていいのです。イエス様はすべてのクリスチャンに言ってると思います。強くあれ、大きくあれ、恐れてはいけない、おののいてはいけない、私が共にいる、私が共にいる、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはいけない。皆さん、信仰というのは恐れないで強く生きることです。恐れないで、大きく生きることです。信仰というのは信仰によって強くなることです。イエス様が共にいる、イエス様と一緒にいるということを信じ、イエス様が全知全能のお方です。全知全能のお方ですから、一緒にいるならば恐れる必要がないのです。イエス様と一緒にいて恐れる必要がないのです。
ぜひ皆さんの人生が、そういう恐れのない人生になってほしいのです。これから終わりの時代です。いろいろな災害、いろいろな試練、困難が増えてくると言われています。いろんな恐れが来る時代と言ってもいいかもしれません。経済が悪くなるとか、災害が増える、異常気象で、天変地異が起きてきます。これからもうかってないようなさまざまな恐れが、来ます。その恐れの中で、心配したり恐れないで生きていくことができるのは、信仰をしっかり持ったクリスチャンだけが、信仰をしっかり持ったクリスチャンだけが、恐れのない生き方ができます。神の勇士として強い心を持って生きることができます。皆さんがそういう強い心を持った勇士として、歩んでほしいのです。聖書によるとですね、多くの人がこの恐れでおののくと書いてあります。多くの人がですね、恐れの中で苦しむって書いてあります。ですね、どこでしょうかね。ルカの21の25と26ですね。そして人、月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が、海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。いろんなですね、天変地異が起きた時にですね、その恐れしたのあまり気を失う、恐れしたのあまり気を失うようなことがこれから起きるんです。ですから皆さん、私たちは今信仰を強め、今揺るがない、信仰を持ち、強い心を、養おうではないでしょうか。どんな天変地異が来ても、どんなその災害が来ても、どんな状況があったとしても、恐れで、気を失うようなことがないように、恐れでおののくことがないように、皆さん今、強い心を信仰で養おうではないでしょうか。今私たちはその、余裕があると言いましょうか。まだ生みの苦しみなので、今訓練することができます。皆さん、ぜひ、恐れのない生き方、不安のない生き方、平安の生き方をしようではないでしょうか。はい、今日は、この恐れについて学んできました。今皆さんの恐れが、恐れを持っている方たくさんいると思いますが、皆さん今日の放送を聞いてですね、そのイエス様を信じて恐れを取ってほしい方、皆さんの心の中にある恐れを取ってほしい方、不安や恐れをイエス様、自分の力では取れませんね。自分の力では不安恐れが取れませんが、イエス様に取ってほしい方、アメンと言ってください。イエス様に今持っている問題の恐れ、不安の恐れを取ってほしい方、アメン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 。アメン。
アメン。アメン。イエス様の力を信じることによって不安がなくなります。皆さんがその油注ぎを受けることによって、不安がなくなります。神の愛で満たされることによって不安がなくなります。みかんさん、アメン。明日の心配は無用だと言われています。明日の心配は無用だ。イエス様の御言葉を信じて不安がなくなります。恐れがなくなります。イエス様がおっしゃいました。恐れてはならない、心を騒がしてはならない。そのイエス様の御言葉にアメンと言いましょう。イエス様が恐れてはならないとおっしゃっています。そのイエス様の御言葉に対してアメンと言って恐れないようになりましょう。心を騒がせないようになりましょう。天のお父様、今のこの日本の社会、ストレス社会、プレッシャーの社会、もう本当にサタンは人を脅してコントロールします。パワハラやいろいろなプレッシャー、特に日本はそのストレス社会です。プレッシャーが多いです。人々はもう本当に恐れて、脅されて生きています。しかしイエス・キリストを信じる者は恐れがなくなります。イエス・キリストを信じる者はサタンの脅しに屈服しません。どうぞイエス様、今アーメンと言った方々の心から恐れがなくなりますように。恐れの霊を追い出してください。イエス様、恐れを取ってください。不安を取ってください。恐れを取ってください。不安を取ってください。平安が来ますように。平安が来ますように。天から天国の平安が来ますように。イエス様によって罪が許されて、イエス様によって、その、神と和解ができたという平安、神様に認められたという平安、神様と一つになったという平安、神の愛によって満たされたという平安。イエス様、どうぞ、このリスナーから恐れを締め出し、不安を締め出し、あなたの平安で満たしてください。あなたの平安で満たし、日々を本当に楽しく生きることができますように。恐れのない人生、不安のない人生を与えてください。与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、恐れないで、ね、強くありましょう。イエス様を信じたならば、神の子になって神様が共におられます。皆さんの心の中にイエス様を歓迎してください。イエス様と共にいること、イエス様と共に歩むこと、そこには恐れがありません。そこには平安があります。そしていつでも導いてくれます。助けてくれます。教えてくれます。一人で生きてはいけません。自分勝手に生きてはいけません。イエス様に導かれてください。イエス様の御言葉に従って歩んでください。皆さん、どんなことがあっても恐れない心、どんなことがあっても強い心になれます。皆さん、そのような人生を送りましょう。イエス様と共に歩む人生を送りましょう。ありがとうございました。明日は朝7時ですね。夜9時です。朝7時、夜9時です。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。シャローン。おやすみなさい。シャローン。シャローン。アメン。アメン。